松崎の人たちってもともと産業で外の人たちとやり取りをしてる人たちがもともと歴史的に多いので、少し昔の日本の風景がそのまま残ってる。そう、一番のメインで僕たちがやってるのはマウンテンバイクのツアーなんですけど、それは古道を走るツアーです。でそこはもう1200年の歴史があると言われてるトレイルなんです。絵の具を塗った時があって難しいですよ。一応まあ松崎の伝統だから海藻を煮て糊にして、で蓋と石灰をができて、このあれをそれを塗る、まあ、今やってればこれなんか面白いに面白いからね。桜餅の葉っぱの漬物をやっております。小さな町ですけど日本一の生産量を誇っております。この町は一切雪も降りません。それでもって大須賀桜も受精しているし、やはり本当にその独特のクマリンの香りというのが桜餅の特徴かと思います。伊豆半島の中では2番目に古い木造建築になりますんでね。この七尾壁というのがですね、五花壁、まあ、これが街中にずっと広がっていく、まあ、その元になったのがここの真ん中の蔵ですね。そういう文化のね香りが漂っている場所でですね、やはり自分の興味を生かして生活する場所としてはですね、非常に快適な場所かなと、こんなふうに思います。